畑やって集合できます。今何やってんだよお前ら。おはようございます。いつからいつですか、串取り雑談ぐらいさせてよ。好きだね、4人で集まんの。偶然集まっちゃったんだよ。好きだねこの場所。とか言ってこんでもいるね。半沢さんもいるじゃん。いや今日ちょっとね、あるゲームやってもらいたいなと思いまして。何？今そこに抽選ボックスあるでしょ。これですか。はい、今からね、あるテーマに沿って、はい、ちょっとディスカッションしてもらいたいなと思って。ディスカッション。そう。へー。ただそのまんまディスカッションしてもしょうがないんで、はい、ある人になりきってディスカッションをしてもらうと。なるほど。で今そのボックスの中に4枚の紙入ってます、はい。1人1枚ずつ取ってもらって、そこには有名人の名前が書いてあります。他の人にはその名前を見せずに、はい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 、自分だけ見てその人になりきってディスカッションしてもらう、うん、まあ朝まで生テレビみたいな感じでね。まあ半笑い禁止、もうなりきってもらう、憑依型で。あ、なるほどね。はい、で最終的に、まあ、ある程度ディスカッション落ち着いたところで、誰が誰のモノマネをしてたのかみんなでちょっと話し合って当ててもらう。モノマネって言っちゃってる。モノマネなんだよ。題してモノマネディスカッションです。そうなんですよ。安心。モノカッションですね。モノカッション。モノカッション。マネしてもらわないと。笹川さんからじゃあ。はい。見せない。見せないで。マネで。はい。これね。はい。あれでもこれどうなんですか、当てたら勝ちなんですか。あ、違う、勝ち負けないんだよ。ああ確認してください皆さんね。はい、はい、確認します。じゃあですね、トークテーマはですね、少子高齢化で、これについて、はいはい、皆さんディスカッションしていただきたいと思います。なるほどね。それではいきましょう、モノマネディスカッションスタート。少子高齢化でしょ、おじさん増えたよね。いやそりゃさ増えるよ。うん、やっぱ周り見てもさ、やっぱおじさんばっかでさ、やっぱ、おじさんがみんなこの日本作ってるみたいなところあるからね。それはどう思う。確かにね、それはありますよ。あるわ、それはあるわ。うん、確かに、まあ、我々おじさん世代がそういうね、この日本を今引っ張ってみたところあると思うわ。うん、でもさ、やっぱ若い子がね、頑張ってほしいよね、やっぱり。若い子は確かにね、パワーがドスンってくるからさ。確かに、ほんまそれは。うん、どう思うのよ。どうなん、実際。なんや、あれやろ。なあれやろ、若い子とかどう思ってんの。何考えてんだよ、ちゃんと言えよ。なんだよ、ディスカッションなんねえじゃねえかよ、ちゃんと言えよ。どうなってんの。いや、やっぱね、若い人たちしかね、やっぱそういうの、なんつうのかな。何なんだよ、気持ち悪いな。確かに、俺たちもちゃんと言ってくんないと。そうなんだ、もっともう若い子たちに、うん、もう助けてったら、もう、どすんみたいな。これ進むな。消極的なさ、若い子が多いから。そう、もっとね、こう遊んでほしいよね。遊んでる、うん、ボートとかさ、たくさん行けばいいのにね。そんなところでね。大丈夫ですか、ないからさ。若い子たちはごめんね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 。ああほんまそれやな。何にも言ってないじゃないさっきから、何しに来てるの、ね、終了です、ディスカッション。じゃあ誰が誰のモノマネしてたのか、それだけちょっと話し合ってください。いやもうマジで分かった。分かります、分かった、わかります。ずんだが誰のモノマネしてたかわかります。せーので言います。せーので言います、はい、せーの、タカさん。正解。お正解です。サンファンバウチスタタカです。バウチスタタカのマネじゃなくて、そのタカですか、そのタカです。サンファンバウチスタタカの何気だったの。違うの、タカさん。そんな喋んのトンネルズのタカさん、石橋タカさん。そう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 、タカキさん、タカキさん。これはまあみんな分かったからね。分かりやすいかなと思って。そうそうそう、はい、でもバスンがね、でもね、ワードも入ってたからね、うん、で次誰だろうな。次じゃあ
じゃあサンファンバーティスタが何のモノマネしてたか分かります？分かります。いきましょうか。せーの、サンファさん。正解です。いや、ひどいんだよ。ひどいのよ。ひどいよ。なんでひどい？クオリティが。ひどいのよ。俺、普通にこいつが発作起こしたのかと思った。発作起こしたのね。緊張しすぎて。ひどいよ、ひどい。いや、もうしてた。むずかった。むずかった。笹川さんなんだろう。いや、わかんない。なんだろうな。じゃあ引き続き、セームが分かる。引き続きどんな感じだったかちょっと喋ってもらっていいですか。いや、なんで分かんないんだよ、それさ。ほんと、来た意味ないんじゃ帰んなよ、もう。ああ、おぉ。何だろう。そんなのもうさ、ちゃんと仕事としてやってよ。もういいよ。なんとなく、遠藤くん、坂上忍さん正解です。おぉ、そうだもん。そうだもん。あの感じでした。あの感じ。あの感じでしたよ。脅威は、脅威はね。そう。バイキングの時の。バイキングの。バイキングの時の。牛タンですよ、問題は。マスクなしちょっと。見たいよね。そうですね。ちょっともう一回やってみて。どっちかというと、喋りより帰らないのかってやった。そう、顔真似ちょっと、少子高齢化についてちょっと喋ってもらっていいですか、ちょっと。いや、ひとつ。あー、え？もう分かった。俺は分かった。え？口元がポイント。ええ、口元というよりか別のところで分かったけどな。どこで？なんかもう言葉がね、関西弁喋らないから、うん、まあそこができないともうダメだなと思って、もう動きとスタンスで。じゃあ違うな。違うと思う。関西弁じゃないですか。関西弁じゃない。めちゃくちゃ下手くそだと思う。だよね。関西弁全然分かんない。絶対そんなんじゃないから。口元が。他にもいっぱいあるから。もう一回、もう一回見たいです。え、例えば、まあもう一個言ってもらって。例えば。例えば、なので少子高齢化についてどう思う？お前どう思う？自分から発せるというより俺は分かってるから。あ、まあまあまあ、俺は分かってるから。そうひどいよ。めちゃくちゃひどい。ひどい。めちゃくちゃひどい。このスタンスで。いや、最初は男子師匠かと思った。あー、違うね。普通のいいイベンじゃないから。違うの。夢の対談だからこれも。腕組んで口そんな感じなんだ。だって路線で言うと、だからバラエティーの MC みたいなですよね、3人は。ってことはじゃあもう一人もそうか。そう、途中までは合ってるんですけどね、本名。ああ、全然合ってない。ああ、本名。はい、こういうスタンスで。いや、そこ、そこ別に特徴じゃないよ。特徴じゃないから。いや、本当にね、本当にもっとキラーワードとかいっぱいあるから。違う、ちょっと、うか、そんな感じ。少子高齢か。もう一回やってみましょう。どれが特徴なの？あ、全然そんな、ちょっとわかんないな。わかんないですか？わかんない。じゃあもう正解、じゃあ、牛タン発表してください。いいですか？正解は松本人志さんです。全然だよ。そんな口する？口こう喋りそうで喋れない。どんなんでしたっけ？やってない。やったことないでしょ。見たことない。そんなイメージもない。以上です。以上です。松本まで合ってるんですよ。いや、そういうヒントの出し方じゃないから。そうそう。じゃあそれを踏まえた上で一回ちょっとやってみるか。もう一回ね。もう分かった上で。分かった上で。じゃあそうですね、お互い名前も呼んでもいい。名前、名前もちろん呼んでもいいです。名前呼んでもいいです。じゃあちょっと地球温暖化に関してちょっと。地球温暖化も変わるの？はい、お願いします。モノマネディスカッションスタート。あっちやからさ、地球ってさ、あったかくなってるの？いや、高木さん、やっぱね、僕犬がいっぱいいるんですけど。そうなん。大変なんですよ、やっぱ。犬たちがね、可愛いけど、ほんとこう、住みやすいようにしてほしいなとはやっぱ思いますよね。息荒いから、息荒いからな。まっちゃん、どうなんその辺は。息荒いのは、はぁはぁさすと二酸化炭素が減るからな。松本さん、それ何言ってるんですか、もう。美味しそうだから、今だけマスク取ってもいいんじゃない？お前、何や、その口。呼吸出すと二酸化炭素増える。皆さん、さようなら。やってみてください。どんどん。チャンネル登録お願いします。お願いします。